パッパパッ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 フォルテです。ワイルドフォルテです。はい、フォルテでいきます。5月にコンサートを2本やります。1本は確実に誰でも見れる、2本目は東京です。まず1本目のコンサートからいきます。5月1日オンラインコンサートをします。名曲ムキムキプレミアムコンサートです。サブタイトルで愛です。このコンサートでは愛に注目した曲をたくさん弾かせていただきます。エルガーの愛の挨拶、チャー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 チャンチャンチャンっていうね、よくね電話とかであるやつですね。それプラス、まあ名曲っていうことですので、月の光と、まあジムのペティ、ちょっとフランス特集も弾かせていただきます。さらに名曲っていうことで、ショパンからスケルツォ2番とショパンバラード1番を弾かせていただきます。で、こっからが、アイじゃなくて、アイです。そちらは、まさかのリストの、愛の夢と検定。もうこれだけで愛がいっぱいでしょ？そして、リストから、まあ名曲っていうことで、ラーカンパネラも弾かせていただきます。5月1日です。皆さんチェックお願いします。しかも5月1日で見れない方も、アーカイブがありますので、まあ、土日できちんと何回でも見れますのでチェックお願いいたします。オンライン皆さんチェックお願いします。5月1日のチケット販売ですが、あさっての月曜日火曜日からスタートの予定です。ちょっとね前後する可能性があるので、僕の各種 SNS ホームページ等チェックお願いいたします。そしてリアル公演、5月29日ショパンムキムキファツヨリコンサートアゲイン、サブタイトルでアモーレ行きたいなと思っております。今回東京のファツヨリが置いてある豊洲シビックというホールでまたコンサートやらせていただきます。まあこちらはね、せっかくイタリアの楽器ですので、サブタイトルにちょっとアモーレを付けさせていただきました。で、まあこのコンサートはアゲインっていうことですので、まあ今月あるショパンの曲を、まあいいところを取って、そしてさらにアモーレっていうね副題がついてますので、まあ愛の夢だったり検定だったりを弾かせてもらおうと思ってます。そしてここではね、まあショパンの華麗なる大演舞曲をデビューさせたりと、あとノクターンの遺作とかデビューさせたいなと思っております。こちらの5月29日にあるコンサートは4月の29日からの販売開始となります。ぜひとも皆さんチェックお願いいたします。まあというわけですので、どちらのコンサートも違いますので、どちらもチェックできる方はお願いいたします。とてもね楽しい5月を過ごしてもらえたらなと思います。いやー、どちらのコンサートも皆さん楽しみですよね。ワルドフォルテ君は楽しみ？ああ、ものすごく楽しみだ。みんな、チェックしてくれ。よろしくお願いしますちょ。それでは、バイバイ。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッチョマッスルボー。マッチョ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 。